秋といったらもうあれですよね。こんにちは、サンロードの花園です。まだまだ暑い日がですね続きますけども、なんかここ最近ですね朝がもう涼しくなったような感じがいたしませんか。秋がですねもうすぐそこまで来てるのかなって感じがいたしますね。秋と言いましたら何を思い浮かべらっしゃいますでしょうか。秋と言いましたらやっぱりキノコですよね。ということでですね、ただいまサンロードではもうご覧ください、いろいろな種類のキノコをご準備いたしておりますよ。エリンギをはじめ、舞茸にえのきだけにしいたけとですね、ほんといろんなキノコをご準備いたしておりますよ。こちらの雪国舞茸もご準備いたしております。舞茸はですね、もう先日テレビ放映もございましたし、私もですね動画上げてるんですけど、舞茸にはですね体にいい成分がいろいろと入っておりまして、血糖値をですね上昇滑らかにしたりですね、血糖値スパイクを予防する働きなきがあると言われております。舞茸はもうとっても体にいいですよ。ぜひこの秋はですね炊き込みご飯にキノコを入れたり、またキノコ鍋などいかがでしょうか。キノコパスタもおすすめですよ。ご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければグッドボタン、あとチャンネル登録お願いいたします。またですねこちらの動画もよろしければご覧いただければと思います。コメントもですねお待ちいたしておりますので、もっとしとしコメントをしていただければと思います。それではだんだんなー。